ブラックシェルは日本の競争馬である。全姉にシェルズレイがいる。馬名の意味はブラックシェルで黒い貝。父母の名前からの連想である。デビューは2007年11月11日、東京競馬場の2歳新馬戦。デビュー戦は大新プランの2着に敗れるが2戦目で初勝利を挙げる。 続く12月のホープフルステークスでは、マイネルチャールズを捉えきれずに2着と赤敗年が明けて2008年1月6日、副受賞を特別で、最後にキングスエンブレムをかわして勝利。重賞初挑戦となったキサラギ賞で、竹豊を安城に迎え一番人気に、支持されるも、馬体重が、プラス1 0ラムの上、ゲート内でもじれ込み大きくで遅れ7着と敗退。 サツキ賞のトライアルレースである、弥生賞では再び一番人気に支持される。レースは1000メートル通過が62秒台というかなりのスローペースで、経済コースを通って、直線で早めに抜け出したマイネル・チャールズを追い詰めるも、届かずに着。しかし、サツキ賞への優先出走権は獲得し、サツキ賞に出走した。そのサツキ賞では、 マイネル・チャールズと同枠の5枠に入った。レースでは、コースタートを決めると内側にいたマイネル・チャールズに5手を踏ませることには成功するも、直後にサブジェクトに前を塞がれ、結局5くらいでレースを進める。そのまま淡々とレースが進み最後の直線に入るもさほど伸びずに6着に敗れた。獲得賞金の問題から日本ダービーへの出走が微妙となったため、 賞金を積み上げるために、新たに安城に、後藤広木を迎えて、NHK マイルカップに出走。このレースは、父黒船が制してより、親子制覇の期待がかかっていたが、レースは逃げた、ゴスホーク圏が大きく、外を回って、内側が大きく開いたため、そこをついて先頭に立とうとするも、同じように内をついてきた、ディープスカイにかわされ二着に破れた。 NHK マイルカップで破れはしたものの、賞金を加算できたため、予定通り6月1日の日本ダービーに出走。再び安状は部に戻った。レースでは、同級者のモンテクリス S に、最初のコーナーで不利を受け、これが響いて、スムーズにレースを運べず、ディープスカイの3着に破れた。夏場の休養を挟んで、秋初戦は9月28日の神戸新聞杯に、 出走、ディープスカイの2着となり、菊花賞への優先出走権を獲得したが、10月11日に、右前浅食権縁が判明し休養。3年以上の時間をかけて、復帰を目指したが、2011年12月18日付で、JRA の競争馬登録を抹消され、引退した。引退後は乗馬となり、2012年6月時点では、 滋賀県にある水口乗馬クラブにつなぎをされている。ありがとうございます。